さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと材料3つ、もうほぼ2つなんですけど、なんとそれだけの材料でできるめちゃくちゃ美味しくて滑らかなトリュフショコラ、こちらご紹介します。時間もですね、実はすごい短くできるんですけど、ちょっと冷やす時間があるんで、そこだけ省けばもうめちゃくちゃ早くできちゃうんで紹介したいと思います。最後まで見たらですね、作れるようになりますので、絶対最後まで見てください。では始めていきます。はい、じゃあ材料説明していきます。これね、生クリーム今日一応 35% なんですけど、植物油脂じゃなかったら大丈夫です。動物性であれば35でも36でも37でも大丈夫です。と、チョコレートですね。これ僕らが出してる 67% の今日ビターチョコレートできます。本当はミルクでもできるんですけど、今日はビターでやっていこうと思います。で、これも仕上げに使うココアですね。周りにココア振ると思うんですけど、それだけです。こちらの材料で作っていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあちょっと材料チョコレート刻んでいきますね。そしたらチョコレートに注いでいきます。はい、これ沸いたやつにチョコに注いだんですけど、これチョコレートは刻んだ状態で今回注いでます。溶かした状態で、チョコレートを溶かした状態のものに入れるのと仕上がりの硬さが違ってくるので、今回は刻んだ状態で作っているので、皆さんもチョコレートを刻んだところに生クリームを入れてください。はい、これちょっと混ぜていきます。これもまた真ん中から少しずつ、これ混ぜて空気を含ましたいとかではなくて、チョコレートと生クリームが混ざり合ってればいいので、こうやってゆっくりチョコレートを溶かしながら混ぜていきます。はい、出来上がりました。はい、これをちょっと深めのバットに流していきます。で、ラップしといた方がちょっと後の作業が楽なので、ラップしてあります。はい、これちょっと薄くね、広げて冷やしたいだけなんで伸ばして、で、これを冷蔵庫で固めます。で、それを手で丸めてチョコレートでコーティングすると出来上がりです。ちょっとこれで冷やしますね。そしたらこれ冷やし固まったやつですね。まだちょっとやや柔らかいんですけど、これを、まあ、ラップ引いてるんで剥がして、ココアを振ります。で、いろんなやり方があるんですけど、今日は一応切れ目を入れて、で、その必要分をこの後手でこう丸めて作っていくっていうやり方をしますね。ラップだけみんな入らないように、ラップは切っちゃダメなんで、ガナッシュだけ切れるようにしてください。じゃあちょっと固まった、チョコレートを丸めていきますね。このまだ形のいびつなもの、まあ、これをコーティングしても全然いいんですけど、こうやって丸めていく。で、僕皆さんよりね、多分比較的手あったかいタイプなんで、こうやって子供たちは一緒にやってもいいんですけど、丸まったらここに置いていきます。で、ココアね、振ってる方がやりやすいですよ。で、ココアは溶けるんで、これ大きいのがもし嫌だって全部揃えたいなとかあったらグラム測ったりするんですけど、ちょっと大変なんで、今日はそのままいっちゃいます。簡単にできる。この後のコーティングの作業なんですけど、さっきと同じ中に入れたチョコレートを少しだけ溶かしてコーティングに使っていきます。はい、じゃあやっていきます。これレンジで溶かしたチョコなんですけど、これ今ね、さっき温度計で測ったら30度ぐらいでした。まだ塊残ってるんですけど、こう触ったら溶ける状態ね。で、これテンパリングとか、これぶっちゃけテンパリング取れてる状態なんですけど、テンパリングとか一切気にせることなく、40度とか50度とかになっちゃうと、こっちのチョコが溶けちゃうんで、まあ、大体30度ぐらい。てかまあね、溶けてればいいです。もう何にも気にせずに、こうやってちょっと溶けてる状態のチョコでコーティングしていきます。ちょっとなんか塊残っちゃってるけど、やっていきますね。
そしたらちょっと手でやるんでゴム手袋します。これ取って薄くコーティングしてあげるだけです。こんな状態で、これをコーティングして固めて、コーティングして固めてって3回ぐらいやると、完全にこの周りにチョコレートがコーティングされて、この中のなんだろう、ガナッシュって言うんだけど、ガナッシュ部分が見えなくなる状態ですね。そうするとある程度日持ちします。これをちょっと繰り返していきますね。でもしこっちのチョコレートがぬるくなっちゃったならまたレンジでチンすればいいので、これもちょっと最初のやつも固まってきてるんですけど、これを3回ぐらいやると、まあ、綺麗にコーティングされます。で最後は3回目終わったら、あのココアの中に入れてあげると、綺麗なココアでコーティングされたトリュフができます。ちょっと冷やしますね。はい、じゃあ今度最後、もう2回コーティングしたんで、この最後のコーティングですね。これもう結構なんだろう、固まってきてる。これをさらに3回目作っていきます。でこのコーティングした後にこっちに行くんですけど、ここには今度ココアがないといけないんで、先にココアをふるっておきます。で、これ、今日はココアなんだけど、これ最後の材料ですね。生クリームと、チョコレートとココアって言った中のその3つ目の材料のココアなんだけど、これが別にね、粉糖でもいいんですよ。粉糖だったら白く仕上がるし、こっちのチョコレートのコーティングをミルクチョコとかホワイトチョコにすれば、また違うものできます。今日は材料3つっていう風にやるので、この種類でやっていきますね。じゃあ、ちょっとつけていきます。でこのコーティングもすごく厚くかけたかったら、厚くっていうのは分厚くね、僕はこう薄くパリッとして中が柔らかいのが好きだから、薄くかけて3回薄くかけてるんですけど、もっと厚くもできます。これをココアの方に置くと、でこういうフォークなんかでコーティングというかココアをつけてあげる。ちょっとまだね、チョコ固まってないんで、あんま手で触らない方がいいんだけど、軽く。これをちょっと何個かやっていくね。はい、これ最後、3つコーティングしたやつですね。これ、このままだとちょっとココアが多いんで、余分なもの、この茶こしかなんかで取ってきます。業務用は僕ら大きくやるんだけど、こうやって、取ってあげます。そうすると、こう当たって周りのね、バリも取れるんで、バリっていうかこうザラザラした部分で少しこうつるっと仕上がるので、この作業はねちょっと大変なんだけどやった方がいいですよ。ポイントのおさらいですね。これ生クリームとチョコレートとココア、これ3つの材料しかないんですよ。まあコーティングもその同じチョコレートですね、別に分けてもいいんですけど、今回は材料3つでできるっていうのをテーマにして作ったトリュフで、生チョコ、まあ、トリュフっていう生チョコっていうのはチョコと生クリーム混ぜたものなんですけど、ここにお酒とか蜂蜜とか水飴とかバターとかいろんなものを入れたのをプロがやってるんですけど、なんだろう、まあ、今回伝えたかったのは、これでもね、プロ級の味になります。で、レシピもすごいシンプル。なので、しっかりこう混ぜてあげて、冷やして、こうやって丸める。まあ、丸めなくても好きな形でいいんですけどね。それで最後チョコをコーティングする。で、お見せした通り3回ぐらいはね、チョコレートコーティングした方がいいです。じゃないと中のね、生チョコの部分がこう出てきちゃったりするんで、周りがパリッとしてて中がトロッとした食感、これがこれの美味しさなので、絶対そこは外さずやってください。またぜひ見てほしい。評価、チャンネル登録ぜひお願いします。また皆さんが簡単にできるお菓子を詳しく紹介していきますので、またぜひチャンネルでお会いできればなと思います。また会いましょう。さようなら。